confianza en tu precisión. Mochiro, alguien que motte ru sa. Esperanza en ti. Gracias. Arigato. Konnichiwa. Nihongo umai desu ne. Vamos, Sergio. Sergio. Sukunakutomo 15 mai wa ike yo. 俺はディフェンスだから少なくていいんだよ。何弱気になってんだよ。それでは参りましょう。セルヒオ・ラモス選手の挑戦です。さあ、15枚狙うと控えめでしたセルヒオ・ラモス選手です。スペインのイケル伝説、ちょっと勢い込んだか、ここで決めてきました。まあ、ディフェンダーの選手ではありますけど、実はこれプロに入る前はストライカーでした。 PK も実は得意です。ここまでスペイン代表最多の歴代最多180試合登場しています。まさに鉄人。いい調子、いい調子、落ち着いて。さあ、続いては高低差が出てくるエリアです。ここ一発で抜いてきました。ジグザグエリアは余裕というところでしょうか。ここまでいいペースですよ。どんどん良くなっている。安定感ある。ちょっとこれ高さが変わりました。また6番高くなっています。ノーマルエリア、これ90センチの直径決めてきました。6までは簡単だから、本番はここからだ。そうです、ここからが難しくなります。続いては7と8が回転しながら出てきます。難易度が一気に上がるエリア。あ、今も惜しいところでしたね。いいね、今のところはね。まだ余裕です。さあ、出してくれと指示をして、一発打った。これ3枚ですね。トリプルでムービング、動きながら、あとは9。もう半分行く前に2つ抜いてます。まだ余裕ある。まだいいですね。きた。ここから慎重に狙っていかないと。外野のヤジも耳に入らないようです。集中してます。さあ、続いて12番、ここはしっかり当てておきたいところです。ゴールポストと同じ太さです。細いこの棒を折らなくてはいけません。折ってきた。棒を折らなくてはいけません。折ってきた。ここまでパーフェクトです。次が問題なんだよ。ここはエムバペ選手が失敗した。リズムを崩した魔の13番。そう、バスケットゴールがやってきました。浮き球でくれ。おっと、浮き球のパス要求したセルヒオ・ラモス選手。これ浮き球にしていいのは20番だけなんですけど、あっ、でも入ってしまった。イエス、イエス。いや、これはどうなんですか。いや、まあ、なんとしても勝ちたいようです。ボール浮かせたら簡単すぎるよ。ダメだよ、転がさないと。浮かすんじゃなく、絶対クリアしたいんだよ。いや、負けず嫌いな性格が出たんでしょうか。さあ、続いてはパワーが必要とされる14番。一発、一発、これ一発できた。巨大な的一発で抜いてきた。今のはいいキックだよね。もっと本気でやらないと。そうだな。次を1枚でも抜けばエンバペ選手に並びます。絶対超えるよ。ここまで来たらパーフェクトだ。セルヒオ・ラモス、一体何枚抜けるのか。続いて3枚抜きエリア。来たー、一発で並んだ。エンバペ選手に並びましたよ。浮かれちゃったよ。このままパーフェクトだ。悔しいんだろう。パーフェクトが見たいんだよ。さあ、ここからは自分との戦いです。
どこまで記録を伸ばすことができるか。この後やってくるのが、そう、カゴです。これも難しい。18、一撃で抜いて、バウンド。どんだけ勝ちたいんだよ。おい、今の見たか。ああ、またもバウンド要求して入れてしまいました。まあ、本来はパスはゴーじゃなくちゃいけないんですが、もう誰も止められない。まあ、しかしここまで全て的を射抜いています。いきなり出るか。パーフェクトです。ここはバウンドイン、最後はバウンド OK。 次でラストだ。さあ、ついに来ました、ラスボス、モンスター20。高さ4メートルにある直径わずか20センチの的。でもこれは難しいぞ。これサイドキックで狙っていますが、これは惜しい。あと数センチ。これもわずか、あとわずか。さあ、次で当たるか。4連続でフレーム。うわ、惜しい。あと1回チャンスある。もう1回だ、もう1回だ、もう1回だ。どうだった？あと1枚だったのに残念だ。浮き玉でくれ。いや、負けず嫌いがゆえに反則となる浮き玉のパスを要求してしまったセルヒオ・ラモス選手。まあ、これには2人も思わずさらに続く19番でもバウンド、再びバウンド要求してます。いや、これ反則。でも2人とも大爆笑。しかしラスボスは浮き玉でやっても当てることはできませんでした。